はい、次は普段から仲のいいチームメートからはよくパスが来るかを教えてください。まあ、そのチームとかそのチームの監督とか本当にそういうことによって変わってくると思う。でもその仲がいいからパスが来る、仲が悪いからパスが来ないっていうことが起こっていたらもうね、そのチームはクソみたいなチーム、あんまりいる価値がないと思います。でも、まあ、その仲がいいからパスが来る来ないということとは別で、なんていうか自分の場合はやっぱりどうしても試合に勝ちたくて、で自分が海外でプレーしてる時はどのクラブに行っても大体自分が外国人なのでその国の言葉しゃべるんで、自分がリーダーになる、で大体リーダーになるんで、例えば監督がしっかりパスをつなぐサッカーやるぞって言ってるのに練習でふざけて若い選手がずっとドリブルとかするともう本当にそこで一回練習中断して、まあ、指示しに行ったり、まあ、ちょっといいことではないですけど、もうひどい時は胸ぐらとか掴んで、俺ら目指してるのそこじゃないだろうとかつって、やっぱりそういうことを言ったりして、まあ、チームとして機能するようなことをいつもやってたんで、そのまあ実際チームの一員として一員になってからはサッカーして。なんかそういう仲いい仲悪いでパスが来るとか来ないとかっていったことは自分がいたチームではないです、うん、あとそのじゃあとっさの判断でその2人フリーがいたとしたらその仲いい方に出しちゃうとか、もうそれもさっきの話と全く一緒で勝つためにやってるんで、あ少しでも確率が高いと思う方に出す、もうその通り、ありがとうございます。